ジョセフ・ウォーレン・スティルウェル・ジュニアはアメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の将校でベトナム戦争中に陸軍特殊部隊軍の指揮を取ったほかアメリカ陸軍パラシュートチームの創設者としてその名を知られる。最終階級は順勝。父は第二次世界大戦中に中国ビルマインド戦線で指揮を取ったジョセフ・スティルウェル陸軍大将。1912年 ニューヨーク州シラキュースにて5人兄弟の一人として生を受ける。1933年陸軍士官学校に入校。卒業後は父が司令官を務める中国ビルマインド先生に派遣され本物け情報爆料などを務めた。1944年には大佐に昇進している。辛口な性格からビネガー状とあだ名された父に対し彼は サイダー城と呼ばれていたという、朝鮮戦争中には第23不評連隊長を務める。1959年から1961年まで第18空挺軍団副司令官として勤務し、1961年から1962年までォートデベンス司令官を務める。1959年、スティルウェルは各空挺部隊から精鋭19名を選び、 戦略軍パラシュートチームを結成した。当時、スポーツとしてのスカイダイビングでもソビエト連邦のチームが脅威となっており、ストラクはこれに対抗することを意図していた。ストラクはゴールデンナイツの愛称で知られるアメリカ陸軍パラシュートチームの前身である。1962年8月26日から1964年6月30日まで、 アメリカ陸軍ベトナム支援グループの指揮官を務める。1964年6月21日、スティルウェルは敵地の偵察任務に参加するが、登場していたヘリコプターが攻撃を受けて、不士着を余儀なくされた。この際、彼は同乗していた空挺隊員らと共に敵の攻撃からヘリコプターを守り抜いた。この選考により彼の同棲章に V デバイスが付された。 1964年に帰国した後、JFK 特殊船センター副司令官に就任し、1965年からは司令官を務めた。同年、降下訓練中にパラシュートがうまく開かない事故が起こり、背骨を骨折するなどの重傷を負った。1966年7月24日、スティルウェルが乗った C-47 輸送機が太平洋上で、 行方不明となる。当時、輸送機の副操縦士を務めていたスティルウェルは、自らの景気飛行証明を高めるため、サンフランシスコを離陸後、ハワイを経由してから、目的地帯へ向かう予定だった。24日中に操縦士から、エンジン部長で、サンフランシスコに引き返すという旨の通信があり、2時間後には、沿岸警備隊が救難機を派遣するも、 輸送機を追跡することはできなかった。その後、沿岸警備隊、空軍、海軍により、周辺10万5000平方マイルの海域で大規模な捜索が行われたものの、C-47 の痕跡は一切発見されなかった。ありがとうございます。